構う暇なんてない。そうですね、確かに一理あります。ずっと気を張っていても疲れがたまるだけでしょう。少々休息を取った方がいいかもしれません。トーマ、何か提案はございますか？ちょうど祝賀会を行おうと思ってたところだ。みんなで一緒に鍋でもどうかな。実は最近新しい鍋遊びを知ってね、とっても面白いんだ。鍋遊び？なんだそれ。聞いた感じ食べ物と関係があるみたいだけど。簡単に言えば、各自それぞれ違う材料を用意し、一緒に鍋に入れる。目を閉じて鍋から食材をすくい出し、食べながら誰の食材かを当てるんだ。正解した場合、同じ作業をもう一回繰り返す。最終的に得点が一番高かった人が鍋の神のご加護を得られるという言い伝えがあるんだ。面白そうだろ？もう待ちきれない。実はすでに自分の分の食材は用意してあるんだ。どんだけ遊びたいんだよ。仕方ないな。旅人、オイルたちも食材を用意してこようぜ。何がいいかな。どれどれ。新鮮な魚肉、エビのむき身、タケノコ。うわん、鍋にぴったりな食材だな。オイラも楽しみだ。まさか普通の食材を入れたのが旅人だけだったなんて。お前たち、食べ物を無駄にするんじゃない。今までで一番恐ろしい鍋だったぞ。おかしな食材は全部トーマが食べてくれたけど。そう、得点が一番高いのは俺だ。待ってくれ、お腹が痛い。トーマが変なものをたくさん入れたせいで出汁が変な味になってしまったではありませんか。旅人さんが入れた普通の食材もおかしな味になっていて、何度か正解を外してしまいました。でも彩香は鍋にケーキを入れてたよな。旅人が食べてたぞ、鍋ケーキ。う、想像するだけでも。ごめんなさい、もっと美味しくなると思いまして。ダメだ、少し休ませてくれ。生き返った。トーマ、別にあんなに頑張らなくてもよかったんだぞ。わざといくつか間違えれば彩香や旅人の番になってたのに。最近運があまり良くないと感じてね。鍋の神のご加護で運勢を変えたかったんだ。だけど気づいたら火がついちゃってたようだ。まあ一種の修行だと思えば問題ないさ。もう悪い運気は全てこの遊びで使い切ったことを感じるよ。今ここに宣言しよう。本日の鍋遊びはこれにて閉幕。優勝者はこの俺だ。おお。遊びも終わり。